こんにちは、お待ちしておりました。本日担当いたします田中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日どうされますか？ちょっと毛先がパサついてるんで、はい、毛先ちょっと整えてほしいのと、横が膨らむんで、はい、ちょっと膨らまないようにいい感じにしてください。かしこまりました。結構出やすそうなのですっきり取ってきます。はい、お願いします。お願いします。おしゃべり禁止ですか？いや、喋ってもらって大丈夫です。ファミリーやばいっすよね。チリチリした。ちょこっと切りました、ちょこっと。ちょこっと。もうでも普通に切ってもいいし。何でもいいよ。こだわりないから。え、何？こだわりなのか。全くない。めっちゃありそう。何でもいいよって言って。右側はめちゃくちゃ長かったです。マジ？右側苦手な人が来た。右側だけ長かった。右側だけセットしにくいもん。なんでって思った。あるんですね、違いが。パーマ残し目で。残し目でかしこまりました。言うの遅いな。いや、大丈夫です。きっとね。
ではまいります。はい。いつも下ろしてます。上げたり下ろしたり。下ろしバージョンにしか会ったことないかもしれない。本当？嘘ですか？いや、嘘だね。七三とか結構ありましたね。七三上げとか、センターパートにもするし。あ、そうなんですね。容量多いっすか？なんかこの辺り。なんか触ると軽いと。密度はなんかそんなにないですけど。見た感じめっちゃ重い。めっちゃ重い。なんでなんだろう。会話の中に入るんですか？あ、話せなかったです。 お腹鳴りす、お腹減ってた、お腹鳴っちゃったっすわ。私も鳴りました。一緒ですね。私もお腹鳴りました。はい、またしました。はい、ありがとうございます。襟元を座りしていきます。シャンプーですね。はい。はい。
力加減いかがですか？めちゃめちゃちょうどいいです。ありがとうございます。専門学校は群馬県の高崎ビューティーモード専門学校の出身。漁師になってよかったことはやっぱりたくさんのお客様と出会えたことです。1年後の目標はプレミアム店で働くことです。
ジェルワックスにします。はい。めっちゃいい匂いしますね。あれ、いい匂いですよね。はい、前この、すいません前この、何でしたっけ、ジェルワックスつけてたら、はい、何の香水つけてるんですかって聞かれましたね。本当ですか。もう欲しいっす。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。